はい、皆さんこんにちは、ナッチでございます。覚醒クシナダのね、素材が発表されました。ビシュヌも進化するんですけど、クシナダ、ある企画で使いたいんで、ちょっと許して。ダメです。いや、いかんな僕も今気づいた。ちょ、ペッパーがさ、一番上来ちゃってるんだよ。ちょ、この後食わせます。で、何を言いたかったかっていうと、クシナダの素材が的中しましたね。僕の予想通りでございました。ということで、まあ、覚醒記念ということで、今回はこの超究極クシナダかな、この子ね、使っていきたいと思います。どういうパーティーがいいんだろうね。まあ、とりあえず楓は入ってくるんだろうけど、ダイヤモンド、普通の楓でいいかな。普通の楓入れましょうか。一応防圧にしとく。なんとなく防圧。まあ、インドラはいらないもんね。クシナダができるんで。で、アルテミスも入れておいて、で、ベルダンディも入れておいて、このベルダンディだね。あと1枠はどうしようかな。悩みますね。これ入れてみる？ソルジャーでコンボ増やしてみようか。ちょっと見た目悪っ真ん中見た目悪っ、これ。うわー、なんか理系勝させたいな。スキルターンが早いやつがいいよね。はい、ということで、ちょっとペッパーがあかんので、アルテミスに食わしたいと思います。198万くれるんでね、ありがとう。はい、まあ、どうせ貯金目食わせるからレベルは上がっちゃうんだけどね。はい、というわけで、チャレンジダンジョンレベル9、回復なし、回復なし。場合によってはこれシルビーとか必要かもしれませんね。行きましょう。今ね、クシナダフレンドに2人しかいませんでしたけども、覚醒出たらね、また賑わってくることを信じてます。は？ちょいバカですね。うん、バカだわ。というわけで、なんかね、ハーデスとかいうキャラクターがいきなりね、回復なしのくせに1階にいるっていうね。いや、まさかこの先で先制攻撃をね、セットしてるなんてことはね、ないと思うんですけども、一応ベルダンディ使っておきますよ。もう、怪しすぎるもんね。何も受けずにクリアしろみたいなダンジョンは、ま、昔にもあったんですけど、先制がないとは限らんからね。回復力高いな。てか、このハーデスもか、ハーデスが硬いな。このハーデスの硬さの方が深刻なんですけど。こいつが、規範源があるから硬い硬い。倒せますかね ?12.25 しか出ないもんな。あ、やばい。なんか、昔の火力ない時代に、このゼウス&ヘラをやってる気分。これはまずいのってやつですね。ソルジャーでちょっとコンボ増やしていこうか。クシナダと合わせれば、まあ、根本的な火力からも上がっていきますからね。コンボ加点もだし、クシナダのリーダースキルがね、コンボ数に応じてどんどん上がっていくんで、これで11、30倍。これは強いでしょ。 OK、1回から早速使っちゃったけども、あ、先制ではなかったね。先制ではないけど、操作短縮くるやつだよね、こいつ。なんだ、なら倒しちゃってもよかったのか。じゃ、こいつはまあいい感じに半分ぐらい切っていただきたいけど、その悪意のある落ちコンは何なんでしょうか。突然ツーウェイで食ってるね、落ちコン先輩。はい、ありがとう。バックドラフト強いな。このドラフトが罠だったのかもしれませんね。よし、とりあえずここは倒した。この操作短縮10ターンもあんのか。これとお付き合いしていかないといけないんですね。おい、露骨だな回復なし、露骨だな。
まあ、回復よりかはダメージ優先でいきます。おっほ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 っ、めっちゃ闇降ってきたやん。はい、ハーデス突破です。からのこいつだよね。こいつをどうにかしたいんだよな。威嚇たまるわけないもんね。さっきみたいな落ち込んが来なければいけるとは信じてるんですけど、33ダメかな。いや、いけるよね、きっと。44があかんだけだよね。33なら多分ね、80% ぐらいで抑えてくれると。あ、こんなもんか。ハイエンドブースターからのなんたらなんたらエナジーカウンター、これでも死んじゃうじゃん。カエデ使わないとじゃん。じゃあクシナダからのカエデ、先制猫パンチをね、耐える HP 確保できるか不安だったので、ちょっとクシナダも使わせていただきました。ウェイウェイの方が良かったかな。でもさっきこれで倒せたってことはいけるはず。どうした？あ、回復なしだからか。そっかそっか、なんか落ち込み多いと思ったらそういうことか。はい、ここ突破です。階層は5階層なんだね。まあ道理で鬼畜なキャラがいっぱいいるわけだ。ここはちょっと一発で倒したいね。この人耐えると結構めんどくさかったはずなんで、全体バインドとかねあったはずなんで、さっさと倒したいところです。よし、 OK。 まあ、弱点ってこともあってね、余裕でした。クーフーリン、クーフーリン、これひどいよね。ちょっと殴り合いしないといけない敵にこの回復なしというダンジョンは非常に相性が悪い。まあ、そこは貫通させていけってことなんでしょうね。ソルジャー使って貫通狙ってみようかな。火になってからじゃ遅いもんね。強い強いし、お邪魔作られたし、でも次耐えれないと思うからソルジャー使うし、ウェイウェイウェイ、頑張れ頑張れ落ち込ん、頑張れ落ち込、うんうん、11コンボ。いやー、ダメでしょうね。楓頑張ってくれんかな。いった、素晴らしい。300万ぐらいなのかな。天狗天狗、なるほど。和対決といきましょうか。じゃあアルテミス使ったらカオスなことになるんで、クシナダだけ使っといて。いや、でもちょっと削り切れるか不安だな、これ。そう思いませんか、皆さん。思いますよね。僕は思います。あ、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 バックバックバック、ああ、いや、それあかんわ。何あれ、ちょ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 、これ想像以上に厳しいよ。一回でさ、クシナダ使えればいいのにさ。いや、このクーフリンとあんま戦ったことないからさ、何してくるかとかわかんないんだよね。落ち込み1個入ったけど、さっきは30倍ぐらいでようやくカエデ1人が貫通しとったんで、ちょっとこれじゃ厳しいんじゃないのかな。ですよね。ベルダンディ使うしかないよな。ベルダンディ使ってどうするよ。回復ほじほじ作戦、回復ほじほじ作戦で、あ、強くないね。こいつ半分切ったら全然強くないじゃん。普通のアテナ降臨の空風にみたいなね、そんな感じになるよね。はい、誰かたまれ、誰か、せめて楓がたまればこの辺もワンチャン出てくる。バックが来る。あ、でもこれ2ターンになって、2ターンじゃダメなんだな、あと1ターンじゃないといけないのか。楓だけで行くしかないらしいです。行きますわ。
で、バクが来たら終わりっていうね、このターンでだからえげつない落ち込み、もしくは精神を研ぎ澄ましているみたいな行動まで持っていかないと死にます。どう、いいんじゃない、いいんじゃない、やばいね今の落ち込みは、熱すぎる、やったぜ。ルナティックストームがなんか裏で発動してたみたいな感じの落ち込みでしたね。はい、ということでございました。ちょっと難しかったねやっぱり。まあ普通にクリアするなら十字系のリーダーで、そう、ミルとかね、カエルなら回復も作れますし、先生にしろいろいろ十字で耐えていくみたいな感じの方が普段は攻略しやすいのかなと思いました。はい、ということで、明後日かな、覚醒クシナダ待ちましょう。以上、ナッチでございました。バイバーイ。